どうもおかみです。今日はタコ飯を作ります。材料です。米はすでに洗って水切りしたものです。酒、醤油、みりん、塩、だしの素、味の素、タコ、油揚げです。それでは材料を切っていきます。このぐらいの、ぶつ切りにしていきます。はい、そして油揚げは1センチ、幅1センチに切っていきます。はい、それでは調味料を入れていきます。でここで大事なのが、具材は必ず一番最後に入れてください。そうしないとね、水の分量が狂ってしまうので。酒、醤油、みりん、塩、だしの素、味の素、2号のラインまで水を入れます。油揚げ、タコ、軽く混ぜます。それでは炊きます。では炊飯器にご飯をセットして、炊き込みご飯モードで炊飯します。すいません、ちょっと大事な具を入れるの忘れてたんで、ちょっとこの炊飯をちょっと取り消します。今ちょっと急いで生姜を切ってきます。千切りして一緒に炊いていきます。なんか私ね、すごい物忘れ激しいんですよね、子供の頃から。だってタコ飯作ろうと思って生姜を買いに行ったんですよ。なのに生姜を入れ忘れ、炊き始めてから気づくっていう、年齢とともにこうボケていくっていうのあるじゃないですか。私はね、子供の頃からこれ。はい、じゃあ切り終わりましたので、これを炊飯器に入れていきます。はい、ちょっと慣らしときましょうか。はい、こんな感じでね。じゃあもう一回炊き込みご飯モードで炊飯します。はい、炊き上がりました。開けます。わっ、生姜のいい香りがしますね。おお、焦げできてるかな。ちょっと混ぜます。はい、じゃあ盛り付けます。もし、あればね、ちょっと緑色のものを添えると色合いも綺麗になりますね。大葉があったので大葉を添えます。いただきます。柔らかい、おいしい。今回の炊き込みご飯はおこげが多めでした。生姜入れ忘れたことに早めに気づいてよかったです。もしですよ、もし炊き込みご飯やるときに具を入れ忘れたら、最悪の場合ですけれども、鍋で醤油とかだしとか酒とかみりんとかそういうのもちょっと入れて煮て、炊き上がったご飯と混ぜるっていう感じにすれば、炊き込みご飯ではないけど、美味しい混ぜご飯みたいな感じにはなりますので、そうなるところだった。危ない、危なかったです。よかった、気づいて。やっぱりね、一緒に炊き込むとその食材の風味がご飯に移るのでね、とっても美味しくなります。生姜の風味がしてとっても美味しいですね。タコの炊き込みご飯ってこんなにタコ柔らかくなるんですね。なんか忘れてました。あとやっぱりタコね、
炊いたら縮んだんで大きめに切っといてよかったです。多分半分ぐらいに縮んでるんじゃないかな。ごちそうさまでした。残りは後でゆっくりいただきます。それじゃあ皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。